ヤッコです。リサです。ヤッコとリサです。はい、はい、ということで、あとね、うん、完璧です。お久しぶりです。1週間ぶりです。元気にしてます。今日はシュノーケリングに初めて行ったということで、シュノーケリングの様子の動画なんですよね、これは。はい、はい、本当に決まってなくて喋ること、うん、思ったことを素直にお伝えしようと思っております。そうですね、うん、どうでした、ダイビングスシュノーケリング。はい、まず、うん、バリーで海に入るっていうのは今回が初めてで、すごい私は楽しみだったんですけど、アリサさんはちょっと緊張の様子でした。その様子も動画に、あの実際の動画に様子あると思うんですけど、私がすごいバカにしたように笑っちゃってて。シュノーケリングですが、どうですか？緊張中です。緊張なんや。楽しみですか？楽しみです。私がすごいバカにしたように笑っちゃってて、別にバカにしてるつもりはなかったんですけど、後から見ると完全にバカにしてたなということで、ちょっとだけ反省しております。今の笑顔が嬉しい。はい、反省しております。良かったです。はい、反省してくれて、うん、でも10年ぶりの海で、はい、大緊張。うん、ほんまに緊張しててあんま喋ってなかったです。入る前落ち着きもなく、うん、そうそうと雨と雨っていうところの海に行って、めっちゃ綺麗だな。めっちゃ綺麗。いい天気で、日頃の行いのおかげ、うん、そう、私もそう。いや、どっちかって8対2ぐらいで日頃の行いが良かったみたいで、ありがとうって感じでした。で、なんか海の周りも自然に囲まれてて、うん、え、うん、まあ良かったよな、雰囲気は。ほんまですよ、これ。転がり落ちるで。ザ観光地みたいな、いっぱい人がお客さん来るみたいな。観光客の人がおるみたいなわけでもなく、のどかな感じで、でも自然と、まあ、うん、バリ、バリの、うん、懐かしい、うん、懐かしさをね、バリちゃん初めてやってくれたりと懐かしかったな、うん、なんか分かるけど、懐かしさを感じました。ね、海に入ったら、うん、もうすぐサンゴとか魚とか、うん、そうそうそう、2秒で見えました。ちょっと行かないと見えへんのかなとか思ってたんですけど、うん、すぐ見えて、まあ、多分そういうスポットをちゃんと選んでくださってるんですけど、見ることができて楽しかったな。ねえ、楽しかったです。すごい、うん、めっちゃ切れた。え、チンアナゴ見た？あ、見ました。なんか黒いやつ出てたよな。本物は本物って常に本物やけど、チンアナゴ見ました。かわいかった。嘘ですね。かわいかった。いや、なんか別にかわいいとは思ってなかった。それは嘘やったわ。ごめんなさい。可愛かったけど、可愛かったそうです。あと人で、ああ青い人でが大無視されたけど、はい、ライブになんか教えてくれてたみたいで、アリサが必死に海の中で、私はもう見えてたんで全然もう集中してたというか、人でには。
あゆさんのアドバイスなしに見つけることができてました。無事に頑張って、なんかそう言ってたらしい。全く知らないです。最低です。集中しました。最初はね、ライフジャケット、ね、ビビリなんでライフジャケットを着てお昼ご飯を食べた後にはもう脱ごっかって言って、うん、スーツだけで海に行きました。いや、ビビるぐらいがちょうどいい、うん、ちょうどいい。海は危険なのでビビって生きてます。正しい心構えです。正しい心構え、はい、おそらくビビり散らかしてほんまそうです。ちょっと浮いて、うん、プカプカ浮いてました。海の中の話をもっとする、まあ、海の中の話を。海の中綺麗やったら以外にもっといい感想だな。ちょっと伝えた方がいいよな。伝えな、なんか本当に青かったです。うん、え、その合ってる、青かったです。青かったな、うん、なんかこれが自然の青さかっていう風に本当に思ったんですよ。私は思いました。文系なんでなんかそういう素敵な文章が出てくるんで、ね、うん、本当に青か、自然の青さとかそういうかっこいいワードが出てきちゃう感じでした。確認されてるわ。語彙力少ないので綺麗でした。綺麗でした。ぜひみんなにも、見てもらいたい、見てもらいたいです。え、うん、マジの、うん、見た方が、うん、もったいない。前にもし来たんやったら、うん、そうすぐ手軽にできるというか、まあ、スノーケリングくらいならやれるかなと。でもちゃんと安全をね、うん、スノーケリングやからって舐めないでかかる。ちょっとあれ文系負けてる。スノーケリングやからってこうね、うん、大丈夫やろうっていうふうに思わずに、しっかりとインストラクターさんと一緒に、うん、楽しんでいただけたらなと思います。だって本当にな、泳げちゃうもんね、一緒に魚と、うん、なんか海の中でアリサと目合うと笑っちゃいます。なんかアリサがいつもの顔じゃないからマスクつけて誰っていうことで笑ってしまいます。めっちゃ笑った、ね、で突然な、こうやって出会って、うん、そんな感じ。綺麗な海の動画を、私もカメラを持って撮ってたんですけど、今日はアリサちゃんが編集してくれるってことなんですけど、この私が撮った動画はなんか揺れがひどいということで、なんか使用オフかということで、私が撮った動画は一切含まれておりません。なんかあ、自撮りだけ うちの水中での自撮りだけ載ってます。あとは全部カズさんが撮ってくださった動画で再生されているので、すごい見やすいものとなっていることだろうと思います。ちょっと技術を向上させようと思っておりますので、その辺の成長もお楽しみに。楽しみにっていう感じで、バイバーイ。バイバーイ。